これからもみの木の小物と白樺の小物をご紹介させていただきたいと思います。まずはじめにもみの木の小物雑貨です。こちらはこういう形で後ろに引っ掛けるところがついているので、壁にかけてこういうちょっとドライなお花を入れて飾ってみるのも素敵ですよね。また中に何か空き瓶か何か入れることによって生花も入れることができると思います。好きな場所にかけてちょっとしたインテリアを楽しむのもおしゃれですよね。こちらは少しこうちょっと扇形になっているものになります。こちらもこういう形で壁にかけることができます。中はこういう形です。で、今出しましたけれども、中にこう花瓶を入れて生花なども入れても素敵だと思います。またこういうふうにかけることはできますけれども、テーブルの上に置いても素敵ですよね。で、こちらはちょっと筒状のものになります。円直径はこういう形になります。で、特にこちらは壁にかけるようなものはついていないんですけれども、もしこうご自分で工作とかお好きであれば、何かこうフックとかつけて壁掛けにしてもいいと思います。こちらはとても小さな可愛いカゴになります。ちょっとこうキャンディーとかクッキーとかおやつ入れにもいいですよね。そしてテーブルの上に置いといてもいいと思います。なかなかないサイズだと思います。この飴色になったのもとても素敵です。で、こちらはもっともっと小さいサイズのものになります。ちょっとこうピアスとかそういった指輪とかこう外すときに、私なんかついついうっかり物なのでどっかになくしてしまいそうなので、ちょっとそういったものを入れるのに可愛いと思います。で、最後にこちらになります。こちらこうハンドルがついている形になります。ちょっとこうかわいいおしゃれなペーパーナプキンかなんか引いて、パンを乗せたりして、お客さんが来た時にはこうケーキなどを切ったのをテーブルの上にこういう感じで置いてもとてもおしゃれだと思います。で、今度は白樺の小物雑貨をご紹介させていただきますね。こちらはちょっと色が焦げ茶色いものになります。ペンを立てたりとか、こう何かちょっとテーブルの上に置いといても素敵ですよね。なかなかこうちょっと見かけしない色の白樺の小物入れだと思います。で、こちらも同じく白樺の小物入れです。もちろんペンを入れたりとか、あとメガネをね、ちょっと外した時に入れておいても素敵ですし、あとはこれからの季節こういったクリームを入れたりとか、あとはうちはよく宅急便屋さんが来るので、こういう印鑑とかを入れて玄関にちょっと置いといてもいいですよね。おしゃれです。で、こちらは同じく白樺のものなんですが、キャップがこれはついていまして、こういう形で外せます。そしてちょっとこうこれからの季節枝物を入れて
こうリビングとか玄関先に飾っても素敵かなと思います。ちょっと紐もここに短いですがついてますので、少しこう壁にかけることもできるかなと思います。こんな形です。で、最後にこちらはコップ形になります。これはちょっとついておりませんけれども、こういうガラスのコップを入れて楽しんでもいいと思います。また小物雑貨を入れたりしといてもとても可愛いかと思います。これからの季節、いろいろとこういった小物でお部屋の中にアクセントを作って楽しむのもいいですよね。